2021年の新駅車協用開始に伴い整備された南口葛川駅は福岡県加保郡葛川町大和豆田にある九州旅客鉄道の駅である京都府にある東海道本線の葛川駅と区別するため当駅発着の切符には葛川と印字される筑豊本線を所属線とし当駅を起点とする笹栗線を加えた2路線が乗り入れている 地区方本線においては当駅が運行上の境界駅となっている。当駅から折尾駅方面は笹栗線と共に電化され、福北豊川線の愛称で一体運転が行われており、1時間あたり快速列車が2本、普通列車が1から2本と本数も多い。一方、当駅から原田駅方面は非電化で原田線の愛称が付けられているが、 こちらは1日に普通列車が8往復のみの運転である。駅ナンバリングについては、福北豊線に JC11、原田線に JG01 と、それぞれ設定されている。2001年の電化時に建てられた仙台駅舎計画段階では上穂波村町備地区に駅が開設される予定であったが、資金不足等により現在の位置に、 九州鉄道長尾駅として開設され、長尾の地名を駅に関した。背景に、地元有力政治家の圧力があったとされる。石炭産業が盛んだった頃は、当駅から、日鉄工業加古工業所大分港や麻生工業、豆田炭鉱へ専用線が伸びていたが、いずれも、閉山と共に廃止された。なお、大分港への専用線の一部は、現在の笹栗線となっている。 1940年12月1日に、桂川駅と改称された。長らく、博多駅方面へ向かうには、原田駅で乗り換えを要する1時間以上の道のりであったが、1968年5月25日に、笹栗千円新区間が、開通し当駅に直結、機動車による運行となると、一挙に所要時間は半減された。さらに、 笹栗線を上山田線の薄い駅まで延長し、未成に終わったばる線を通じて、最終的に神田港駅へと向かう一大横断ルートを新設する構想もあったが、上山田線の延伸が実現した程度にとどまった。2001年には、笹栗線と筑豊本線の東駅より、東側が電化されて、博多駅までは最短25分となった。従来、 駅の北側からの見駅を利用することができたが、国道200号から駅南側にアクセスできる道路の整備が進められ、2018年度から駅南北を結ぶ自由通路及び新しい駅舎を建設する工事が始まった。自由通路はエレベーターを装備してバリアフリー対策もなされ、2階建ての駅舎に直接出入りすることや、駅南側からも 容易に利用することができるよう計画された。その後2021年3月に自由通路及び新駅舎が完成、同21日に開通式が行われ、同日正午に供用開始された。改札内には各ホームへの階段及びエレベーターが設置され構内のバリアフリー化も行われている。一方、新駅舎の供用開始まで使用されていた旧行線橋は通行できなくなった。 二番線に止まっている、キハ31系機動車。奥からは、福北豊専用の813系電車が入線してきている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合わせて二面三線を有する地上駅であり、駅舎を単式ホーム側の上方に設置した、京上駅となっている。駅南側に、保線車両留置用の側線がある。 基本的には1番乗り場を新飯塚、能型方,方面、2番乗り場を原田線、3番乗り場を筑前大分、博多方面が使用するが、東駅始発の上り始発列車は、能型から改装して運用するため、折り返しが可能である2番乗り場を使用する。また、福北豊線の列車の一部は、緩急接続のために2番乗り場を使用する場合がある。互いのホームは、 古線橋で連絡している。福北豊か宣伝下に伴う電車乗り入れに際し、非電化の原田線の発着に利用されている2番ホームも重上げされ、原田線で運行されている機動車では通常とは逆に、車両のステップよりもホームが高くなるような逆段差が発生することとなった。そのため、ホームには利用客に乗降時の注意を促す看板が設置されている。 時期は不明だが、抽選の河川の一部が補強されている。新飯塚駅が管理し、JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、自動改札機が設置されている。福北豊た線方面は、守護下の利用区間となっている。原田線については、エリア外のため途中駅での乗降はできないが、原田駅から直接、 トス、二日、四方名利用の場合のみ守護化が利用可能である。駅舎に隣接して、コラボクラブというパン、菓子、飲料なども販売している、電気店があり、改札内から利用することも可能である。2019年度の1日平均乗車人員は1861人であり、JR 九州の駅としては第99位である。近年の日平均乗車人員は、 下表の通りである。当駅は、桂川町の中心部から 2km ほど離れた、町外れの場所にある。筑豊方本線と笹栗線が分岐する拠点の駅として、自家用車で駅までアクセスして、鉄道を利用する旅客が多く、朝晩の通勤時間帯には、駅周辺が混雑する。駅前は数軒の小規模商店と民間が点在する、程度で換算としている。 駅前にはタクシーが常駐し、また桂川町中心部、飯塚市、釜市方面、福岡県立加保総合高等学校などへバスが運行されている。筑保地区の飯塚市予約乗り合いタクシーは、西側ロータリー県駐車場に乗り入れ、筑保地区内が300円、釜市、デマンドバスに乗り継いで、釜市加古地区全域が600円で移動できる。 以下の4事業者の桂川駅バス停がある。4事業者とも、駅舎東側のロータリー内にバス停があるが、桂川町福祉バスの水戸駅南口にも、駅南停留所がある。ありがとうございます。